平野翔起用で YSL はどう変わったブランド戦略と今後の展望を徹底分析。平野翔愛用。YSL ビューティーリップバームの魅力を徹底レビュー。平野翔が日本初の YSL ビューティーアジアアンバサダーとして登場したことは、多くの人々に驚きと感動をもたらしました。その姿はただの美しさやかっこよさだけでなく、彼の内面から放たれる光が周囲に影響を与えているのです。 平野翔といえば、ダンス、歌、演技などの多彩な才能を持つことで知られていますが、今回の YSL のビジュアルキャンペーンを通じて、彼が持つ美しさと品位、そしてその唯一無二の存在感が改めて浮き彫りになりました。YSL ビューティーが彼を起用した背景には、彼の美しさと個性がブランドの価値観と完璧に一致しているという確信があったのでしょう。 イブ・サン・ローランは常に革新と挑戦を追求するブランドであり、平野賞もまた、その精神を体現しています。特に、彼の自然な魅力と、それに伴うカリスマ性は、商品の魅力を最大限に引き出す力を持っています。ピンクの背景に映し出される平野賞の姿は、新鮮で洗練されており、見た人を引きつける強力なオーラを放っています。平野が YSL の新ビジュアルで見せた、 マットボーイナムードは彼のこれまでのイメージを一新するものでした。それは挑発的でありながらも彼の優雅さや美しさが一層際立つ演出でした。このビジュアルで使用されたカラーは彼が自ら選んだものであり彼の感性と YSL のブランド精神が見事に調和しています。彼がつけた瞬間から良いなと思いましたと語るようにこの製品はただのリップバームではなく 彼のライフスタイルや美意識を反映するものとなっています。YSL の広報担当者は、彼を選んだ理由として、彼の内面の強さと外見の美しさが、ブランドの持つ価値観を具現化していると述べています。普段はノーメイクの女性でさえ、彼が宣伝する製品に興味を持ち、購入を検討するほど、その影響力は絶大です。このように、平野章は単なる広告等ではなく、 彼自身がブランドの象徴となっているのです。YSL が平野章をアンバサダーに選んだことは偶然ではありません。彼の存在感とカリスマ性がブランドの持つエレガンスとエッジを見事に体現しているからです。さらに彼のファン層は非常に広く女性だけでなく男性からも支持されることが YSL にとって大きな強みとなっています。彼の広告活動を通じて YSL は新しい層の顧客にリーチし、ブランドの魅力をさらに広げることができました。彼の影響力は、単に日本国内にとどまらず、アジア全体、さらには世界にまで広がっています。彼のビジュアルが YSL ビューティーの店舗に並ぶことで、日本人として初めてその栄誉を手にした彼は、多くの人々にとっての誇りとなりました。このような快挙は、彼のこれまでの努力と才能の結晶であり、 彼の未来への期待感を一層高めるものです。彼のモデルとしての才能はプロ並みであり、ただ製品を紹介するだけでなく、その魅力を存分に引き出す力があります。彼のダンスや歌唱、演技など、多彩な一面はもちろんのこと、彼が持つ人間性や優しさが、YSL の製品を手に取る瞬間に感じられるのです。それは単なるリップバームの購入という行動ではなく、 彼のライフスタイルや価値観に共感することであり、その結果としてブランドのファンが増え続けているのです。また、平野翔が持つ唯一無二のビジュアルは、他の誰にも真似できないものであり、その魅力は時間をかけてさらに洗練されています。YSL の新ビジュアルにおいても、彼のカリスマ性はそのままに、より一層強調された存在感を示しています。ピンクのリップが彼の顔に鮮やかに生え、 彼の柔らかさと強さが同時に感じられる演出は、見るものを圧倒させます。さらに、彼のファンはこのキャンペーンを通じて、新しい製品を手に入れる喜びを感じるだけでなく、彼と YSL のコラボレーションがもたらす新たな価値観に共感しています。彼の影響力は、単なる広告キャンペーンにとどまらず、ライフスタイルや価値観の変革にもつながっているのです。それは、 彼がただのモデルや俳優としてではなく、社会的な影響力を持つアイコンとして認識されている証でもあります。このような彼の成功は、YSL にとっても大きなメリットをもたらしています。彼の存在がブランドの認知度を高め、新たな顧客層を開拓する手助けをしています。特に、普段は高級ブランドに抵抗を感じていた層が、彼を通じて製品に興味を持ち、購入に踏み切るケースが増えています。 彼の影響力がもたらす結果は、売り上げの増加だけでなく、ブランドのイメージ向上にも寄与しています。YSL は2年間にわたり、彼をアンバサダーとして寄与するための努力を惜しみませんでした。その結果、今回のキャンペーンが実現し、彼の魅力が最大限に発揮されています。このような取り組みが、ブランドと彼との間に強い信頼関係を築き上げ、さらなる成功をもたらす要因となっています。 また、ルイ・ヴィトンも彼のデビュー前にパートナーシップを結び、デビュー後の発表を待ってくれたことからも、彼が持つポテンシャルがどれほど大きいかがうかがえます。彼の今後の活躍がますます楽しみであり、彼の成功は日本のみならず、世界中で注目され続けるでしょう。そして、彼が宣伝している製品は、ただのリップバームではなく、彼のファンや一般消費者にとっても大切なアイテムとなっています。 家族や友人にプレゼントする際も、彼が関わった製品を選ぶことで、特別な思い出が生まれるのです。例えば、母親や娘、姉妹が同じ製品を使い、それぞれの思いを共有することができるのは、彼の存在がもたらした特別な効果です。彼の活動を通じて、YSL は新しい価値観を提供し続けており、それは単なる美しさや高級感だけではなく、 ライフスタイルやアイデンティティに対する新たなアプローチです。彼が持つカリスマ性とブランドの哲学が一体となり、消費者に新しい選択肢と体験を提供しています。彼の成功は、これからも続くでしょう。彼が持つ才能と努力、そしてその結果としての成果は、彼自身のみならず、彼を応援するすべての人々にとっての誇りです。今後の彼の活躍に期待し、 YSL とのさらなるコラボレーションがどのように展開していくのか、注目していきましょう。平野紫の成功物語は、まだまだ続いていくでしょう。彼のこれまでの軌跡を見ると、その成長は止まることなく、むしろ加速しているように感じられます。YSL とのパートナーシップは、彼のキャリアにおいて一つの大きなマイルストーンとなりましたが、それはあくまで始まりに過ぎません。彼が持つ多彩な才能と、 常に新しい挑戦に向かう姿勢は、次々と新しい扉を開いていくに違いありません。これからの彼の展望としては、さらなるグローバル展開が期待されます。YSL を通じて、彼の名前はアジアのみならず、世界中に広まりました。その影響力を生かして、他の国際的なブランドとのコラボレーションや、さらなる大きなプロジェクトに関与する可能性は非常に高いです。 彼のファン層もますます拡大しており、特に海外での人気が急上昇していることから、今後は国際的な舞台での活躍が一層期待されています。そして、彼の影響力はエンターテイメントの枠を超えて、社会的な活動にも広がりを見せるかもしれません。すでに彼の存在は多くの人々に勇気や希望を与えており、そのメッセージをさらに広めていくことで、社会に対する貢献度も増していくでしょう。 彼が持つ優しさや人間性は、ただのスターにとどまらず、社会の中でより大きな役割を果たす力を持っているのです。平野翔は、これからも進化し続けるでしょう。彼がどのような新しい挑戦に向かっていくのか、ファンや関係者のみならず、世界中が注目しています。彼の成長とともに、彼が関わるすべてのプロジェクトやブランドもまた、新しい価値を生み出していくことでしょう。そして、 その過程で彼が与えるインスピレーションや影響は、ますます多くの人々にとっての力となり、未来を切り開く鍵となるに違いありません。最後に、彼の成功はただ彼一人の努力によるものではなく、彼を支える多くのファンや関係者の存在があってこそのものです。彼がこれからもさらなる高みを目指し続けるためには、そのサポートが欠かせません。彼を応援することで、私たち自身もまた、 彼のように挑戦し、成長していくことができるのです。彼の今後の展開に期待しつつ、YSL とのさらなるコラボレーションや新しいプロジェクトに注目し続けましょう。彼がどのような未来を描き出すのか、その一歩一歩がこれからも私たちに新たな感動と驚きをもたらしてくれることでしょう。